忘れたのか。いいよ、いつでも。先生、どうしたんだ。すみません、お手伝いできないんです。なんだって。ダメだ、あの人たちと一緒に戦えない。僕は地底人岬だ。ファイヤーマンとして地球を守るために一人で戦うんだ。チェックしてくれ。はい。サイエンティフィックアタックフォースは水島美咲の2名が欠員のまま、海野隊長を中心に設備が着々と整えられていた。おい、レーダーの点検済んだか。どうぞ、こちらです。おお、海野君、大体設備は整ったね。あ、さっき宇宙空間からの異常電波をキャッチしたという情報が入ったよ。そうですか。水島君の領分ですな。残念だな。水島、僕はね、君に右腕になってもらいたかったんだよ。出動しましょう。隊長、隊長。分かった、行こう。あ、美咲さん。これで全員揃いましたね、海野さん。よろしく頼むぞ。水島美咲はマリンゴで取ってくれ、はい、千葉山はシーマリンで私と一緒だ。はい、行こう。性能をアップし、レーザーガンを装備し、戦列に加わったシーマリン号。マッハ6、宇宙空間飛行も可能なマリン号。陥れる恐怖の原始怪獣、地球を狙う宇宙人、原因不明の天変地異、奇怪な事件、あらゆる地球の謎に科学の力で挑戦する5人の隊員、サイエンティフィックアタックフォース GO!